シミコ、14歳です。お願い聞いてください。明日試合があるんです。いや、私のじゃありません。私の一番好きなあの人の。絶対勝たせてあげてほしいんです。あの人が勝てたなら、私どんなに苦しんでも構いません。アドバンテージ、サービス。おめでとう。ありがとう、ミーコ。じゃあ、あら、一緒に帰らないの？うん、ちょっと用事があるの。そんなら私も行く。ダメよ。さよなら。あ、波が山口さんって。嘘よね。なんのよ。私浮気しちゃった。ある大人の女の人とね。そんなことが言いたくてわざわざ呼び出したりしたの？バカみたい。ジェラシー？何言ってんのよ。いい加減にして。もうまとわりつかないでほしいわ。待ってよ、ナミ。嘘なのよ。